神奈川県平塚市の大崎さつきさん代表して読みます。皆さんこんばんは。楽園追放キャスト発表を見ました。ということで。 林原さんと神谷さん共演されるということで、二人が大々大,大好きな私をそれだけでもおしにそうです。林原さんはテキサイドと聞きました。林原さんの敵役といえばラブリーチャーミーのあの方も浮かびますね。えー、その方の相方さんも出演ですね。コナン君もミサトさんもいますね。すごいメンバーでそっと押しました。話せる範囲でいいので、アフレコの時の感想を聞かせてください。ということで来てまして。何のことかなと思っている方、アニメ映画、楽園追放というのがですね、えー、まあ、11月の15日公開決定 で、ということで、あちこちで、まあ、キャスト発表がされてるようですね。あのー、まあ、ミキシン一郎君そして釘、久木宮やりえー、ちゃんがですね、まあ、メインで、あと、神谷浩史君くんか。その3人がメインの、まあ、お話のところに、私と、高山みなみちゃんと、三つしことのちゃんは、まあ、敵役と言いますか。そういう形で、 出てくるわけなんですけど、監督が、あの、シャンマンキングとか、あとは鋼の錬金とかの水島聖二さんだったりとか、まあ音響監督がいつもいつもお世話になっている美馬さんだったりとかして、まあまあ、アフレコは非常に面白い形で進行しました。この間ちょっと、あの、若くしてって言われたっていう話とかもちょろっとしたかもしれませんけど、まあ、あんまり詳しく言うとね、あれなんですけど、実際アフレコするときには映像が100%できていたわけではないんですけど、 特に、あの、背景のところが全部、なんて言えばいいのかな。ポリゴンチックで四角くてカタ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 してて、あの、監督がこれできたらめっちゃ綺麗なんで。できたらめっちゃ綺麗なんでっていう。キャラクターの動きと、その、背景の動きが全く別のチームが作ってるらしくてですね。あ、これすごいんだろうなっていうことが、キャラクターもある程度、ある程度というか、 しっかりできていて、私たちはキャラに声を当てればよかったんだけど、爆発するシーンだとか、こう、逃げるシーンだったりとか、空から降ってくるシーンだったりとかが、その、出来上がってないなりに、その、あえてその四角、四角い画面がペタペタ貼り付けられてるところが逆にこう、気持ちが悪いっていうか、わあ、どんな風になるんだろう、絶対すごいなっていう、そんなことだけを感じましたので、まだちょっと先ですけどね、11月15日、楽園通報ぜひお楽しみに。